西口改札口旧駅舎工事中の仮設駅舎、札幌駅は埼玉県札幌市中一丁目にある東武鉄道日光線の駅である。駅番号は TN02 ホームホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で京上駅舎を有している。自動対外式除再動機と自動改札機が設置されている。定期券は自動券売機で発売している。また、 4月上旬には自動券売機での新規通学定期券を臨時発売する。復帰2020年度の1日平均乗降人員は1万61人である。日光線の中間駅では第1位。ピーク時は1日平均乗降人員が2万人を超えていたが、1986年に杉戸高野台駅と南栗橋駅が開業して、駅税券が縮小した。 その後も少子高齢化や都心回帰などの影響による、さっ市の人口減少を受け、減少傾向が続いている。近年の1日平均条項、乗車人員の推移は、下表の通りである。西口駅前と地区画整理事業が行われている。バス展開所に放置されていた東武バス時代の路線図によると、1970年代半ばまでは、茨城県佐島郡、 堺町など、市域外への路線も設定されていた。朝日自動車への移管までに大半が整理対象となり、五下線以外はほぼ市内線に集約されている。また、かつてはバスのターンテーブルも設置されていたが、東口駅前広場整備により撤去された。さって桜祭り期間中は、さって駅東口、権ン道館の臨時バスも運行される。上記のほか。 2008年4月1日から2016年3月31日までの間は、さってしない循環バス。2011年11月30日までの間は、中田観光バスが運行され、さって駅に乗り入れていた。東武鉄道日光線開通記念日。ありがとうございます。